はい、皆さんこんにちは。ガチマッチ、今度はですねガチエリアやっていきましょう。前回散々だったガチエリア、自分でもですね見直してみてと思ったりですね、まあ皆様からいただいたコメント読んだりとか、あとは、インターネット上のね情報にアクセスして、ちょっと勉強したりとかですね、いろいろありました。というわけで今回からの私は全然前とは違うんだぜっていうところを、皆様にお届けできたらいいんじゃないかなと思っておりますという盛大なフラグを立てていくさ、アーマ美術大学でガチエリア初めてですね。どこにエリアがあるのかもよく知らない。さあ行くぞ、さあ行くぞ。ここのね、矢倉はとても好きですけれども、スパッタリースパッタリーいいですよね。ちょっと僕もスパッタリー使いたいんですけれども、まだ使えないからちょっとまだ指をくわえて見てますね。さあ上が、あ、待って、またスティックの、なんか最近ね、このスティックをね、変な方向に押しちゃうっていうのが本当に増えまして、これ、なんだ。こっちちょっと塗っといて、スパッタリーが下から来ますので、おっと、当たったぞ。塗っとこう。で、しっかり塗って、これ、インカーマー使ったらもう、ここはもうガンガン行く。ガンガン行く。ガンガン行く。2体倒す、やったよ。有利な状況を作り出しましたよ。というわけで、どんどんかき回せ。まずい、ちょっと待って、ナイス味方すげえな。ちょっと待って、こっち一応軽く塗っときまして、もっと、こっちの方に行って敵陣を攪乱しましょうかね。よいしょ。チャージャー？さあ、さあ、ちょっと、ボム投げるの失敗しちゃったけれども。さあ、ちょっと待って、まずいまずいまずい、チャージャーに見られて、一旦引きまして、ボムを、お、うまく出てきたところをやられてしまったスクイックリンアルファ、うまいですね。僕はそんなにうまくスクイックリンとかチャージャー全体使えないぞ。さあちょっと状況としては塗り返されそうで塗り返されてしまった。さあちょっとここは落ち着いて対処しておきたい。まずはあのスクイックリンがねうまいと思いますので倒しましょう。味方が倒してくれた、ナイスかな。さあさあどこに逃げる、こっちか。やめてくれやめてくれやめてくれ。スパッタリー、スパッタリーは強いぜ。接近戦だったら。さあ壁に登られるところを味方がなんとか撃破してくれたので、エリアを取り返すことに成功いたしました。さあペナルティを30近くつけられておりますので、まずはペナルティを消費していきたい、まずはペナルティを消費していきたいところであります。さあ吸盤が投げ込まれるが、ここは恐れず恐れず戦いに行け、恐れず戦いに行け。なんとしても止めろこれを。さああれで塗り返されるのきついからね。さあちょっと塗り返しまして、ちょっと、移動状況のチェックをすると、なんか左に敵がいたらしいですね。これちょっと乗り込んであげましょうか。さあさあいいんすか、そんなとこで楽しんでていいんすか、いいんすか、楽しんでて味方ナイスだぜ。さあいいんすか、いいんすか。さあでエリアも注意、ああこれローラーが下にいましたので、ちょっと待って待って待って、倒されそうだから倒してあげて、ちゃんとね、敵を倒してもエリアを塗らないと意味がない。敵を倒すのはもちろん必要ですが、エリアを塗られてしまってはいけない。インカーマ発動からのボムをコロリで、スパッタリを倒す、スパッタリを倒す、ローラーを倒す、オッケー。危ないな、今普通にやられていたと思ったが、あれがスプラローラーでよかったですね。あれがねカーボンとかだったら私は死んでいたんじゃないだろうか。さあこれを倒せ、あ、まずい、まだ多分あれスクイックリにやられるよね多分ね。さあ、残りカウントは1ですが、ペナルティが40強ありますが、かなりリードしているので、有利な状況と見ていいでしょう。有利な状況と見ていいでしょう。さあ、左がちょっと怪しいか。ああ、味方が塗ってくれた、ありがとう。さあ、上にボムを置け。あんまり上に登らないですね、今回の人たちはね。結構登る人多いのかなとか勝手にイメージしてますけど、そんなことはなかった。さあ、いるぞ。さあ、インクアーマー発動からのボムを裏に投げ入れ、私は上に行ってあげる。なぜなら、インクアーマーがついているからだ。強気に行け、強気に行け。さあ、強気に行け、倒したぞ。敵を、ローラー、この野郎今、普通に死んでたな、危ねえな。さあ、もう一回ボムを置きまして、ナイスヒットですね、動きを読んでボムを置いておく。とてもね、スプラッシュボムを使う上、あ、まあ、ボム全体を使う上でとても必要な、能力だと思いますが、クールな、ボムを置いといて、ヒットしないか。そしたら、ここで邪魔する、ローラーを倒す、倒せてよかった。さあ、なんか、またローリングじゃないじゃない、ボムピッチャーで気持ちよくなっている人がいますから、倒しましょう。しかし、エリアは塗りましょう。エリアは塗りましょう。ちょっと落ち着いて、あ、勝ったね。味方ありがとう。ちょっとこれは難なく、あれですね、味方が、なんだ、しっかりやってくれましたので、特に、なんだ、僕が何かするわけでもなく、苦労するわけでもなく、普通に勝てましたね。ありがとうございます。はい。うん。まあ、タチウオとかよりは、良かったんじゃないのか？ということにしてくれ。もうちょっと攻め入りたいですね。もうちょっと攻め入りたいね。
さあ、縦コンタクトが溜まったけれども、ギアを変えずにこのまま参りましょう。もうちょっと攻め込みたいですね。うん、何ですか、カーリングボムピッチャーをね、すぐ溜めて打ち込む人とか、スクイックリンの人とかいましたから、あの人たちにね、エリアのところに来させずに、エリアに来る前に倒してあげるみたいなことをすると、より楽になるんじゃないかなと思いますので、そういうことをね、やっていきたい。ね、結構、エリアにおいての若葉は、前の方に出てガツガツ荒らすみたいな方がいいんじゃないのみたいな記述を見つけましたので、それで行こうか。さあ、ステージがこれホッケー、あれホッケだっけ、あれなんだっけ、塩飲み油田じゃないよね、ホッケだよね、ここね。さあ、味方のチャージャーを信じて今は普通に行きますけど、サイドからは来ていないですね。ここにボムを置いて、よいしょ、いないね。オッケー、ナイス。待って待って、まあ、ボムを置きまして、あれなんだ、あの武器なんだ、ちょっと分かんなかったけれども、ちょっとこれはいいですね。ダイナモの人が引いてくれた、これはチャンスである、これはチャンスである。さあ、上に登っているやつがいます。で、こっちに目を光らせているハイパークレッサーさんがいる、ハイパークレッサーさんがいる。しっかり抜け、しっかり抜け、インクアーマーだ、やめろ、今死にそうだったぞ。さあ、こっちにボムを置いて、こっちはどうかな、敵を倒す。さあ、裏にも回ってあげて、敵を撹乱してあげましょう。敵を撹乱してあげましょう。ありがとうございます、見つかった。これはかなり抑えられそうですね。いいよ。さあ、さあ、傘、さあ、傘。マジさあ、傘、普通に倒せるとか思って、普通にインクペラペラペラーとかやってたらやられちゃいましたね。なんということは、ちょっとこれは飛ばないで普通に行きましょうか。よいしょ。さあ、ちょっと。これは取り返されそうだが、味方が1人倒してくれて、エリアを取り返されるが、そんな、お、これ上から来ますか。じゃあ、ボム置いてきまして、そっちは登れないか、まずい、見られている。まずい、まあ、なんだこれ。え、若葉？今の若葉にやられるの、もうちょっと、中射程か長射程の武器いるかと思ったけども、今回いないんですね。なんということだ。ちょっと、まあ、こっちは怪しそうですね。まあまあ、やめろやめろ。カウントはまだ大丈夫だから、ボムを置きまして、敵もボムを置いてくる。さあ、行くぞ。オッケーナイス、オッケーナイス、行くぞ。ちょっと恐れず行け、恐れず行け。さあ、ここでインクアーマーを発動してボムを置いて、さあ、恐れず乗り込め、恐れず乗り込め。上にいるぞ、上にいるぞ。ダイナモだ、これはダイナモだ、ダイナモだぞ。ボムを置いとけ、まず後ろにいる倒す倒せない、せめて。でもエリアの外には出たからよしとしよう。さあ、ハイパークレッサーをそこで使う、なんという使い方なのか。さあ、ここにボムを置いて、スペシャルターン目つつ、この辺ちょっと怖いので、やや塗りつつ戻りましょう、敵が倒して、敵じゃない、味方が倒してくれた、非常にナイス。さあ、前へ出ろ、前へ出ろ。ボムを置かれたが、ちょっと爆風軽減一つつけておりますので、ちょっと強気に行きましょう、強気に行きましょう。上にはいないかな。さあ、サイドからダイナモがあっちにいる。まずい、まずいですね、これ来るかな。ボムを置いておく。さあ、インクアーマーがついてるじゃないか、インクアーマーをボムで剥がす、インクアーマーをボムで剥がして、メインでペロペロと打った。さあ、スーパーハイパープレッサーを使って気持ちよくなっているところ悪いんですけれども、エリアを取っておりましたので、難なく勝利することができました。ありがとうございます。ここ一回さ、そのエリア取って3落ちとか全落ちとかさせちゃったら押し込めますね、ここもね。ここもそうでしたけれども。なんかそういうステージ形状ですよね、相変わらず。まあまあ、行きましょう。無事、2連勝ですかね。今のところ、幸先は良い。幸先は良いぞ。しかし、自分のプレイには満足していないぞ。もう一回行くぞ。一試合フルにやっていたわけでもなさそうだから、まだ全然大丈夫。一試合目は、いや、途中でなんかカウントをガツンってやったから、多分5分やっていないでしょう。で、さっきのも5分やってないから、まだまだいけるぞ。まだまだいけるぞ。どれぐらいやろうかな。ちょっと今回で、この B から何かに上がるっていうのは多分さすがに無理だと思うから、まあ、上がる際ぐらいまではやっておきましょうか。ね、できるだけ進めておこう。せっかくエリアが来たから。さあ、行くぞ。ラピブラとチャージャー怖いですね、ここね。まあでもそこはね、もう、ラピブラなんてこっち距離詰めないとやられますから、チャージャーにもね、恐れず距離を詰めていきたいと思います。チャージャー見てる。じゃあ、恐れず距離を詰めていくといったさっきの前言撤回。さあ、ここ登れるということが判明したが、ここは濡れないので、ボムを置きまして、さあ、果敢に攻めていきたいところ、果敢に攻めていきたいところ、さあ、ボムを置いて、ちょっとこのボンピッチャーはダメですね。オッケー、ナイス。ちょっとまぐれ気味でしたけれども。
やめろチャージャー貴様。よし、危ない。インクもこっち切れておりますのでやばかったですね。さあさあさあ、ちょっとインクを貯めましたので、ダイナマ、あ、ちょっとボムの置き方をミスってしまった。ボムの置き方をミスってしまった。さあ降りるか、降りた。これダイナマじゃない、普通のローラーじゃねえか。倒せないの今の。マジで味方ありがとう。アフロの軍曹、さすがアフロの軍曹だよ。貴様が、貴様こそがジェネラル。あれ、軍曹ってジェネラルじゃないっけ、なんだっけ、忘れちゃった。フレンド申請いらない。フレンド申請いらないです。さあ行くぞ、ボム置いてこれ塗って、さあ行くぞ、こっちもボム置いときまして、突っ込め突っ込め突っ込め、イノシシともにいるね。さあ降りたところを、降りないか、なるほど、そっちに動いたのか。さあカウント止められて、さあエリアを塗らないと意味がない、エリアを塗らないと意味がない。インカーマー使えな。さあ行くぞ、インカーマーついたから強気にいっちゃう私、強気に。ナイスですね。これはちょっと怖いのでボムを置いとこうと思ったけど、ちょっとタイミングがずれたか、敵がスペシャルを使ってくれたので、なんとか、なんとかなった感じ。さあエリアをしっかり塗っておけ、エリアをしっかり塗っておけ、そして有利な状況を取ったらしっかり突っ込んで敵を倒していくことが大事、敵を倒していくことが大事。さあラピー、これはと何直撃か、多分インクでね、なんだ、スリップダメージですかね、スリップダメージが入ってて、そこに直撃されてやられてしまったと。うまいですね、ラビットブラスター、さすがの攻撃力というか、さすがの使い方ですね。用できますな。さあさあさあ、どこにいるの、反対か、反対ですね。さあこれはなんか、どうしたどうしたどうしたんだ今。なんかもうダメだーみたいになってましたね。ちょっとこの辺塗ってあげよう。あの敵は味方に任せて、この辺をしっかり塗ってあげましょう。さあ、ペナルティがかなり消費されてきておりますので、多分勝てるんじゃないかといったところ。しかし、あ、よかった、勝てた。油断は良くないと言おうと思ったら、無事勝つことができました。はい、ありがとう。なんでしょうね。タチウオが苦手だったのか。B プラスすげえいいんじゃん敵。ちょっとさ、上げ幅上げてよすごい。そういうのないのかな、関係ないのかな、よく知らないけれども。さあホッコリー頼むぜ、リーチ。あ、ダメだ。なんでそっち両方それつくんだ。さあもう一回行きましょう。今回もね、なんだっけ、ノックアウト、ノック、押し込みましたので、多分5分経っていないでしょう。まだまだやっていきましょう、ガチエリア。補給は、どうなんでしょうね、ステージ的な、欠陥っていうとね、作ってくれた方々に失礼ですけど、ステージ的ななんか、ちょっと押し込めちゃうみたいなのはないんですかね。今んとこ、ほぼとさ、このエリアでも結構、なんだ、エリア取ったり、矛取って押し込んじゃったら、もうガーっていけちゃうみたいな印象は強いんですけど、北斎。行くぞ、よいしょ。さあ、北斎に、スプラマニューバーに、ローラーに、クローズアップ。なるほど。なるほど。さあ、さあ、まずいぞ。なんだ、なんだ、なんか、ボム飛距離かなんか、あんな届いたっけ、クイックボム。さあ、こっちから来るでしょ。こっちか。いなかった、クイックボムですね、アルムギアスはね。さあエンカーマーでボムを置いておく、どうだい。さあ私からのお気味投げ食らってもらえただろうか、これはちょっと良くないですね。さあ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 、ボムがヒット。さあ押し込むぞ、押し込むぞ、エリアを取れ、エリアを取れ。上か上か、でもちょっと下のやつ倒せなかった。待って、足元置いとこう、これは多分ローラーの人にちょっと刺さると思うから。で上にも置いて、あ、これは敵をすごい倒してくれた、ありがとう。来てますね、まあそっちに行かれちゃいますので、ボム置いて、こっちに先に撃っとく。ボムが当たった形で、さあ、雨降るらしいじゃない今のあれか。ロボットボムの範囲のエフェクトですね、今のはね。これは押し込めるんじゃないもう。まあローラー来てる、ローラー来てる。まずい、ジェッパが来ているが、ジェッパが来ているが、こっちからローラーが来る、こっちからローラーが来る、来た。しゃあ、で、ちょっとこれ小さくしといて、これ小さくしといた方がいいのかな、どうなんだろうね。さあ、ボム投げて、インカーマー発動しても強気にガンガン抑えろ、強気に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 抑えろ、よいしょ、よいしょ、もう3対1、すごい状況、ありがとう味方。やっぱここステージさ、押し込めちゃうんじゃないの、これどうなの、どうなんですか。まあ、サイドを通ってね、真ん中の方まで前より行きやすくなっているっていうのはありますけれども、どうなんだろうね、このステージね。アップデートでちょっと修正されたりしないのかな、修正っていうか改良というか、どうなんでしょうね。あれ、これこのまま行ったらなんか B からどっかに行くとこまでできるかな、大丈夫、時間何分経った今、全然見てねえぞ。敵
手元に時計もないから。でもあれですね、今回これ撮ってるの11時、お昼の11時にこのエリアが来たタイミングだから、時間さえ、時計どっかないの、時計ないんですか。ないの。手元に時計がないわ、ちょっと確認できない。で、僕の今この撮ってる部屋にも時計はないから。滝蓮太郎さん、アンパンマン、滝蓮太郎さんいんの、マジ。ちょっとそれはね、学生、中学生とか小学生の時にあなたの音楽にお世話になった身としてはちょっとなんか心が痛むけれども、そんなことは言ってられない。なぜならこれはガチマッチ。降りた、すげえな。まあ、このでもこのステージさ、アップデートされてどうなんですか。前はさ、チャージャー結構威力を発揮するステージでございましたけども、先手を取ることが大事。取れなかった。よいしょ。さあ、回ってけ、回ってけ。上にチャージャーがいるのか、ボム置いときましょう。で、私はこっちに回ってあげて、あ、エリアを取れてない。エリアを取れてないので、これはエリアを取りましょう。敵を倒そうが、敵を引かせようが、エリアを取らないと意味がない。北斎は倒す。北斎はですね、正面から撃ち合っても無理だから、サイド及び横を取りましょう。さあ、これはちょっとボムで引いてもらいまして、ガンガン攻める、ガンガン攻める、ガンガン攻める。さあ、味方が倒してくれた、いいぞ。これは、このエリアのここを取ったらもう勝ちだと思うんだけどな。どうかな。ボムを置いて降りてきたところを倒す。さあ、で、多分また上に、あ、スプリンクラーいいですね、そのスプリンクラーね。さあ、ここ、封殺してあげましょう。で、マップを見て、サイドから回り込んではいない。さあ、行くぞ。マップしっかり見て。よいしょ、これいいですね。これかなり押し込んでますね。さあ、インクアーマーだ、全員使いな。よいしょ。これいいですね。まずいまずいまずい。なんかリッターの人がすごい来てた。さあ、先読みからの、撃破でカウントストップされてしまったが、ちょっと待って、これ置いといて。あ、チェッパーの人に任せよう、あれは。エリア狙い、北斎かな？なんだろう。あ、違う。バケツですね。何かしらのバケツですね。待って。いや、あ、もういなかった。チャージャーに見られてたね、今。よいしょ。こっちに回ってあげましょう。帰れ、お前は。で、インカーマン発動からのエリアをしっかり塗って、あ、ローラーの人が来てくれていた。さあ、押し込め、押し込め、押し込め、オン。で、なんだ、さっき通過されていたことがありましたので、しっかり見ていこう。こっから降りてきたのかな？そうですね。また多分さ、バケツの人が来て、ヒステンか。ヒステンの人が来ていますんで、あんま距離近づきすぎるとよろしくないので離れておく。さあ、左のサイドからも来るんじゃないだろうか。しっかり見ていけ。チャージャーの人がいるのか。オッケー。倒してくれた。これは多分勝ったでしょう。あ、まだでもカウンターわかんないですね。全然ね。まずいまずいまずい。まずインクアーマー発動シーンかっこいいぜ。落ち着いてインクアーマーの発動シーンをあんな見たのは初めてかもしれない。かっこいいですね。あのね、なんか一瞬立ち上がって、セイーみたいな感じで発動する。インクアーマーいいよ。かっこいいよ。大好き。行くぜ。よいしょ。さあ、エリア確保されるが、ちょっときついですね。正面から撃ち合うのはまずい。正面から撃ち合うのはまずい。後ろかサイドを取ろう。落ち着いてけ。さあ、ちっちゃくなるんすよ、それ。インカーマー、味方につけられたかな？つけられたかな？大丈夫かな？オッケー、味方ナイス。ナイスだ。飛ぼうか、これは。さあ、この人に飛ぶ。オッケー、ペナルティをつけられてしまっているので、意外と押し込めていないんですけれども、カウント的には圧倒的に有利リードしていますので、すんなり勝っていきたい、すんなり勝っていきたい、サイドからの侵入を許すな。ちょっとあんまり、ね、行き過ぎてもサイド回られちゃうと思いますので、僕は、今回はこの真ん中にいましょう。お、金、ほら、ストップされてる。ね誰だ、あ、ヒッセンの人か。ヒッセンの人よく来ますね。さあ、北斎。さあ、北斎。さあ、北斎。うわぁ、さすがだ。今のでやられてしまうか。もうちょっとね、インクパチパチ当てて倒すことできるかなと思ったけども、無理だった。これは飛んでも大丈夫でしょう。あ、その前に終わった。さあ、今のところ完全ストレート勝利ですか？一回も多分負けていない。かつ、ノックアウトしている。非常に調子がいい。このまま行ってしまおうぜ。このまま B からなんかに上がろうぜ。上げちゃおうぜ。上げちゃおうぜ。味方のホットブラスター、カスタムですかあれ。の人、21キルって何あれ。すごくない？しかもあの、インクアーマーとかじゃないから、自分で21キルしたってことだよね。やばくない？何それ。ね、僕あの、若葉使ってる時にさ、なんか29とかさ、20何とか出ることあるけどさ、あれ、インクアーマーのおかげだからさ、多分味方のサポートが半分以上だと思いますから、騙されないようにね。自前ではね、多分そんなキルしてないはずなんですよ。ね、さあ、ガチで守るくん。G に負けるな、潰せってさっきも いなかった、この方。
僕ね、 G 期待だけど潰すのも嫌だな。僕らちょっと気持ち悪いもん。なんかそのね、なんかもうちょっとした問題になったらしいじゃないですか。小学校がどっかでさ、ゴキブリとか害虫が出てきた時にその害虫を駆除するのか、またはなんか捕獲して逃がすのかみたいな、どっちがいいのかみたいなね。あれ若葉今光ってたけども、私もしかして。やったありがとう。これ連勝してたら光るのかな。なんかそんな感じですね。さあ、ちょっと待って、右行こうかな僕ね。あ、必戦そこにいるか。待って、これ上行くわ。よいしょ、来るか。ボム置いてから登ってきますか。登ってきてましたね。さあ倒す、倒せない。さあ壁に登ってきたところ倒す。必戦の人が下にいるのでボムを置きまして、エリアを塗りつつインクアーマー発動からの、上にいますねこれね。倒しに行きましょう、倒しに行きましょう。見逃さない。うん、なんとか相打ちですけど倒すことができたので、この間に味方に塗ってもらってと思ったけれども、あ、意外と真ん中の方に味方がいなかったので、エリアをダッシュすることには成功しませんでした。オッケー、ナイス味方、行くぞ。さあ押し込め押し込め。ちょっとね、さっきのステージよりもここは押し込みづらいとは思いますけれども、さあやめてください、そんなとこから侵入するのやめてくださいよ。さあちょっと上を取って、ここ塗れるよね、塗ろう塗ろう。塗って、必要十分な塗り量を確保したら攻めましょう。これボム、まずい。え、下か下か。あー、ちょっと待って、ボム置きたかったね今な。よくないですね今のね。うーん、ちょっと後ろを取られてしまった形で、こうエリアを取り返される。さあ相手にはペナルティがついていないので、多分69ぐらいまでは進むと思ったが、味方がなんとかカウントストップ。ナイスである。さあ足場を確保したら、いけいっちゃえ。よいしょ、うーん、やられるか。うーん、これは痛いな。ボールド、あなたには勝てないぜ。なぜならあなたは神、私はあなたを結構崇めていますよ。さあカウントリードからかなり進められている。ボールドはいるんじゃないの。何か下に降りたか。あのね、あのなんだっけ、ローリングボムじゃなくてなんだっけあれ忘れちゃったよ名前。あ、待って、やめてそれよいしょ、これは果敢に倒さないときつい、果敢に倒さないときついぞ。エリアを、待って、必戦はきついか、必戦はきついか。このね、ボールドのさ、このカーリングボムからのさ、前線にグイグイ来る感じすごいですよね本当に。あれやられちゃうとね、なんて言うんですか、接近されたら負けるじゃないですか若葉なんて。で他のなんか中射程とか長射程の武器だと連射速度の関係とかでね、捉えきれないんですよね。あれね、脅威ですよ。さあ必戦の人いいんすか、そんなところで落ち着いてのんびりやっていいんすか。私のボムが刺さりますよ何もできなかったけど、私アシストも入んなかったんじゃないの。さあこっちにボムを置いて、こっちの敵は私が倒す。オッケー。さあインクアーマーを使って一旦潜りまして、大丈夫か。オッケー、ナイスナイス。さあ敵かなり落ちてますので、こっちに行って撹乱してあげよう、撹乱してあげよう。場を引っ掛けます、場を引っ掛けます、場を引っ掛けます。ボム痛いぞ、ちょっと待って、まだ降りたくない、まだ降りたくない、まだ降りたくない。あー、足元にボム置いてからも倒せないが、その間にカウントをかなり進めることができたんじゃないだろうか。さあさあ残り28で、これは多分カウントリード取れるでしょう。そして何これはダメだな。よいしょ、ボムを置いて、塗ってからの、塗ってからの、待って、これここにいるね、ボールとか当たんないか。待って、一旦ちょっと引いて、これボム投げ入れて、ちょっとここでインク溜めまして、どう動こうかな。来るからこれ倒すでしょ、倒してボム置けないか。ちょっとボールドにね、当ては進、あの挑んでいくの無謀だと思いますけども、あそこでボールド倒さないと何もねできなさそうでしたから、ちょっと、強気に行ってみました。なんとか勝つことができてよかったですね。さあ必戦の人がいて、これはボムを置いておく。そして必戦の人が多分こっちにいるだろうから、あまり気を取られすぎるのは良くない。ボムを置いておいて後ろに回り込む、ナイス勝利。 OK、 味方もねちょっと撃ってくれましたのでよかったでしょう。これはガンガン進んでですね、カウントを取らせないということが大切。さあ足元にボムを置いて、コロリからの必戦、どこ行った。必戦、必戦、私が死んでも抑え込むぞ貴様ちょっと今のは無意味な死だったかな無意味な死だったかもしれないな。さあ味方いいぞ、ちょっとエリアの、あ、ナイスカウントリード、素晴らしい。敵にペナルティもつけられているので、これは結構リードと言っていいのではないだろうか。ただ真の意味でのカウントリードと言ってしまっていいのではないだろうか。さあ、ボムを塗ってからの、こっちから、なんだこれは、ボールとか、今クイックボムやられたのマジきついな。で、カウントはね10程度のリードだから、
これはちょっとまずいですね。これはちょっとまずいですね。これはちょっとまずいですね。ちょっと強気に行こうか。強気に行こう。後ろはバレルスピナーの人とかに任せて強気に行きましょう。さあ、ちょっとこっちから登ってカウント返されてしまうので、濡れ。濡れ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 。さあ、ジェッパが来る。ジェッパが来る。濡れよ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 。で、ちょっと上の人、下ろしていって、まずいか、これは。うぇへへへへへ。うへぇー。痛いな、これは。なんちゅうこった。ちょっとあれですね、あんま敵陣の方に行って敵を抑え込むことができなかったから、非戦の人にね、真ん中に登られたり潜り込まれたりして塗られて、および上からバシャバシャされて、逆転されてしまったっていう感じですね。これやっぱね、カーボンとか若葉とか、スプラッシュータ コラボとかですね、使ってる私たち3人がですね、もっとガンガン前に行って敵をね、さっきのステージみたいに押しとどめるみたいなことをしっかりしないとダメなんですね。というわけで、最後の一戦をやって終わりにしましょうか。ちょっと B から上がることは不可能でございましたね。はい。やっぱしっかりね、エリア塗りつつ抑えないとダメなんだな。うん、改めて、何ですか、ガチエリアというか、基本的なね、なんだ、すごいベーシックなことを、改めて、なんて言うんですか、改めて感じたというか思ったというか、そんなところですね。あのままストレートで勝って、なんか B から上に上がりたかったけどな。どうでしょうね。まあ、ここね、数戦は、まあ、さっき負けちゃいましたけど、連勝できていたので、まあ、Bいけるかな。どうだろうね。ちょっとわかんないですね。その前のさ、ね、ガチの縄張りの、縄張りじゃない、エリアの2本目の動画とかですかね。あれでかなり調子悪かったので、あれもさ、計算に含まれてたら、飛び級するかな、どうかな、わかんないですね。さあ行きましょう。さあ僕は真ん中から行ってあげて、ボムをコロリとして先手を取る。さあ、バレルスピナーみたいな人が上にいますので、あの人はちょっと倒しに行きたいですね。さあ、ボムを置いといて、ボムを置いといて、さあ、こっちからは行かない。で、バレルスピナーちょっと行くの早すぎたか。もうちょっと、弾が尽きるタイミングで出るべきでしたね。しかし、味方がエリアを塗ってくれていたので、なんとかといったところ、これは飛びましょう、ここに。んで、移動時間を短縮しの、ただ移動時間短縮するとね、スペシャル貯められません。ちょっと待って、これきつい、これきつい。これきついから、ちょっと上の有利を取りまして、上の有利を取りまして、上の有利を取りまして、バレルスピナーやめてくれあ、ジェットスイーパーか。ジェットスイーパーとバレルとプライムがいんのか。なるほどね。これはなおさらインファイトに持ち込みたいですね。まあ、バレルスピナーはね、ちょっと攻撃力と連射力凄まじいから、インファイトに持ち込めないですけど、ジェットとかはね、これでいけるんですけど、ボムを一個いって、あー、相打ちか、ダメだな、これ今の勝ちたかったな。ねえ、ああやって敵をさ、2体倒してもエリアを塗らないと意味がないんだからさ、あそこで勝って、エリアを塗りたかったですね。これ負けちゃうかな。しかしまだ諦めるな。インカーマついたぞ、強気に行け。インカーマついたぞ、強気に行け。さあ、スプラッシューターを倒せない。倒せたが、カウントをかなり進められてしまっているので、塗り返せ、塗り返せ。まずい、バレルスピナーかな、あれは。さあ、バレルスピナーかな。よいしょ。なんか、いや、あれだな、スプリンクラーあんな。スプリンクラー、これ壊さないとダメだ。これを。スプリンクラーに、ちょっと塗られてしまうのはきついから、まずいね、これね。どう来る来ないか。よっ、全然エリア見てなかった。ダメだ、今敵倒すことに集中しすぎててエリア全然見られなかったな。これはね、圧倒的射程を押し付けられてしまって負けた形ですね。あとスプリンクラーをね、バレルスピナーの人のか、スプリンクラーをね、しっかり排除、多分ずっと塗られてたんじゃないかな。そこで気づくの遅すぎましたね、あれで。塗られちゃってたので、スプリンクラーを排除しないとダメだったかな、といったところで、今回はこれで終わりにしておきましょう。意外とね、全ストレート勝ちで、B から上がる、上に上がるかなと思ったけれども、そうは問屋が下ろさないということで、今回はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。さよなら。